こんにちは、カンノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、この手ぬぐいの使い方ですね。で、ね、よくこの頃インテリアとして使われる方が多いと思います。私のうちでもそうなんですけども、この額に入れてね、手ぬぐいを飾るということで、まあまあ、四季折々のですね、春でしたら桜であるとかね、夏でしたら金魚のね、涼しげな柄であるとかね、秋でしたら紅葉、冬でしたら雪景色みたいな、こういった手ぬぐいを入れてですね、飾る。まあ本当は日本の四季をね、よくね、表しているのがこの手ぬぐいなので、そういったことでできるんですね。飾ることもできますね、インテリアとして。でこれ以外にですね、やっぱりですね、手ぬぐいってのは綿 100% の生地なんで、実用的にですね、ハンカチとして使ってみたりとか、あるいはですね、頭に巻いたりとか、首にこうね、山登りするとき巻いてみたりとかいうことも、できます。でこの頃ですね、まあ本当災害が多いんで、あんまりねこういうのはあれなんですけども、手ぬぐいをですね、リュックサックに入れておくとかね、災害を。私もそうなんですけども、タオルと一緒にこのリュックサックの中に手ぬぐいも入れてます。で手ぬぐいはですね、やっぱ包帯になったりとか、裁縫を使うとロープになったりとか、いろんな使い方ができるんですね。ですから何枚かこう入れとくっていうのは本当大事なことだと思うんですね。でね、いざという時にね、使えるのがこの手ぬぐいになってきますので、そういったことでも使えます。いろんなこの使い方ができますので、ぜひね一度、せっかくもらったけどどうしようっていうんじゃなくてですね、いろんな使い方、リュックサックに入れるなんかもいいことだと思います。よろしくお願いいたします。